い、こんにちは、ゆうと申します。ついにですね、フェンダーカスタムショップ製のギターを今回買いましたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。フェンダーカスタムショップというのはですね、選ばれた職人さんたちが所属しているチームでして、通常のレギュラーラインにはない仕様を独自のアレンジで制作しているチームになります。で、今回購入したのはフェンダーカスタムショップ製のチームビルト、リミテッドエディション号泣スペシャルストラトジャーニーマンレリックというモデルになります。パッと見ね、普通のストラトキャスターと何も変わりない見栄えはしてるんですけれども、大きな特徴としましては、これ新品で買ったんですけれども、あえてですね、こうレリック加工といって、こう塗装の割れだったりとか傷をつけてて、見た目ヴィンテージのようなルックスをしているところが特徴です。まあ、簡単にスペックを紹介すると、ボディ材がセレクテッドアルダーが使われております。セレクテッドアルダーは職人さんがよりすぐりの材を選んでこのギターに使っているというものですね。で、ここのピックアップがですね、ハンドワウンド、ポブラのストラトキャスターというピックアップですね。ハンドワウンドというのは機械で巻いているのではなくて手で巻いているピックアップになります。これが3つですね。指板がですね、 3A ランクのローズウッドですね。で、ローズウッドもですね、こうだんだんランクがありまして、ランクが上がることにつれて良質な材質だったりとか、色もちょっと黒っぽい色をしております。はい、裏側でこんな感じですね。で、ここのネックプレートにはカスタムショップのロゴが入っていまして、ネックがですね、 3A ランクのフレームメープルが使われております。こうトラメをしてますね。ちょっと模様が入っております。これ天然の模様になってまして、ネックの塗装裏がですね、長年使ったギターみたいに剥がれています、塗装が。これはですね、あえてそういう仕様にしている感じですね。通常のね、ストラトキャスターというのはですね、こう、まあ、ピックアップがこう3つついてて、で、5段階のピックアップセレクターというのは一緒なんですけれども、通常のストラトには出ない音が出せる仕様になってます。通常だとリアで、リアとセンターのミックスで、センターで、センターとフロントのミックスと、最後フロントの5種類の音が通常使えますね。で、唯一ストラトキャスターには出せない音がですね、リアとフロントのミックストーンが出せないんですよ、通常のストラトは。こことここ、こことここは出せるんだけど、ここが出せないと。で、このギターはですね、ブレンダーという機能がついてて、ブレンダーというのはリアとフロントのミックスポジションの音が出せるよという仕様です。なのでですね、通常のストラトには出せないテルキャスターみたいな、こうパキッとしたサウンドも出せるというのが、このギターのいいところだと思って、これを選びました。で、あとですね、これ結構マニアックな話なんですけれども、ここの指板の R っていう、ここの湾曲してる部分ですね。ここの湾曲してる部分。ここがですね、9.5 ラジアスと言いまして、比較的ですね、モダンなカーブになってるので、音詰まりも少なくてですね、多様な奏法ができるようになってます。あとはね、フレットもですね、通常はヴィンテージフレットといって、細いフレットが打ってあるんですけども、これはですね、ジャンボフレットという、ちょっと太めのフレットが打ってあるので、滑らかなフィンガリングもできちゃうところですね。あとですね、このギター見に行った時にですね、買うつもりはなかったんですよ、正直。ただ、このモデルはですね、リミテッドエディションっていうだけあって、本数は限られてるんですね。やっぱギターって出会いだなと思って、やっぱこのタイミング逃すともう同じモデルっていうのが買えないので、
もうこのタイミングしかないかなというので、勢いでですね買いまして、まあ、後悔はしてないんですけれども、やっぱりあの欲しいと思ったギターというのは手に入れといた方が後々後悔しないかなというのでですね、持ち帰ってきたわけでございます。ということでですね、喋るのはまあこれぐらいにしてですね、で、まあ、早速どんな音なのかというのを聞いていただければと思います。はい、ということで今回はフェンダーカスタムショップ製のストラトキャスターを紹介してみました。今後のですね、音楽シーンでいろいろな音楽作ったりとか、いろいろな曲を演奏していきたいと思います。フェンダーカスタムショップ製のギターは本当にクオリティの高いギターだなと思いました。これからですね、ギターを始める方も、ギターを始めた方もですね、自分の楽器をいっぱい演奏して、自分のギターがどんなギターなのかというのをしっかり知っていくと、今以上にご自身の楽器をよく鳴らすことができると思いますので、ぜひ愛着を持ってですね、練習してみてください。で、今後もですね、ギター初心者の方に向けたレクチャー動画をいっぱい上げていこうかと思いますので、ぜひ今後ともこのチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。ぜひこの動画がよろしければですね、チャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。